高評価、チャンネル登録、お願いします。今、チャンネル登録していただくと、めちゃくちゃ長いサボテンに出会えるかもしれません。モンクラ。こんにちは、オニーです。今回は、一風変わった動画ということで、マインクラフトを間違い探しでやっていこうと思います。まあ、ルールとしては、こちらが用意したマップを一旦エンドラ討伐します。その後に自然生成されなかったであろうものを皆さん覚えておいてください。最後に答え合わせします。はい、やっていきましょう。この企画考えた時に誰かオラフ君とか一緒にマイクラしてくれる方がいたら一緒にエンドラ討伐してどこがおかしかったか聞けばよかったんですけど、まあちょっと今撮ってるのが深夜の1時なのでちょっと一人で頑張っていこうと思います。よし、ワールド石も移動します。で、こちら、いきます、ポーン。はい。では、やっていきましょう。いや、結構めんどくさいところから始まっちゃったな。いや。どうしよう、これ。一回死ぬか。一回死にます。ごめんなさい。一回死にます。もう始まってるからね。普通じゃありえないことが痛い。普通じゃありえないところ、自然生成じゃねえなって思うところを覚えておいてください。よいしょ。はい、頑張って。言います。ちょっと一応ね、速さ重視で。よいしょ。あ、もう向こうに見えてますね。チャンネル登録、お願いしますって、紹介したサボテンです。めちゃくちゃ長い。これもね、自動生成かどうかは、ちゃんと、見極めてください。よいしょ。ガイタされた筋肉が2つ入ってんだけど。はい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 。でもどんどんやっていきましょう。ここからはね、自分はもう、答え知ってるので、いつも通りやるんですけど。よしよし。ブロックブロックブロック。よし。なんか初見のふりするのもあれだから。これ？殴ってこないんですけど。殴ってこないわ。めっちゃ普通に殴るよ。あ、攻撃してこない。これも自然生成かどうかは、あなた次第ですって言おうと思ったけど、自分次第か。5つ、1、2、3、4、5。ここでいいかなぁ。よし、アフバイマグマダムであったから。にしても高いな、この装填。果たして、これは自然生成なのでしょうか。ぐるっとして、ケツも作りの。そうか、丸いし。これもう一体やらなくていいよな。よいしょ。この辺はいたって普通かな。よいし。今度も注ぐ根が入りますか。いたって順調ですね。あのサボテンめっちゃ気になるな。水を汲みたい。水を、水なかった。ただただただ。よいしょ。ちょっと時間かかっちゃったけど、水側に入ります。いや、ここからもね、いろいろ仕込んでありますんで、お楽しみに。ポン。よし。デザイン。はい。500件。はい、500件。こっちから行こう。こっちか。よいしょ。ああいう際から行きます。大丈夫だね。よいしょ。来い。よし。行きますか。じゃん。みんな来てる、みんな来てる、みんな来てる。来てる、来てる、来てる、来てる。来てる、来てる、来てる。
ごめん。なんか燃えてる音するけど大丈夫かな。全然聞くないし燃えてる音するけど。いきます。はい。攻撃。この辺は見慣れた光景ですね。最近だと。いろいろ。こっから来てる。ご飯食べて。よいしょ、よいしょ、よいしょ。めっちゃパル一人やん。めっちゃパル一人やん。これ僕のやっぱり。行きましょう、次。次行きましょう。航空席足りないな。航空席だけ上行こう。楽。まあね。あー、オッケー。もういい。使用際見えてるから。おん、やばい。死んじゃう。おぶれ。おぶれおぶれ。あ、はい。よさい。よーし。めっちゃブレイジング。はい。ん？8本落とした。もういいや。次行こう。めっちゃスポナーあるな。3つもある。どこに作ろうかな。150ぐらいに作りたい。どこ行こう？違う？ 150？ 絶対値150ぐらい。なんかそこブレイズ8本落としたんだけど。あ、27本落とした。この落としたっけ？これなんか演技するのもだるくなってきた。はい。いた！いた。要塞の方ついたんだけど。そんなことある？っていう、まあ、演技はさておき。ポータルとかのポータル。ポータルー。いや。え、どこだこれ。あ、この辺だ。あたた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 た
はい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 。もうクリアでしょうか。よいしょ。あ、黒曜石足りないや。しかもなんかめっちゃちっちゃい黒曜石のとあるし。え、これどうしようかな。半ブロックでやんないとダメかな。半ブロックできるかな。昔は半ブロックでやってたけど。よいしょ。はい。あ、違う。エンドストーンじゃなくて、エンドストーンレンガですね。と。エンドストーンレンガからのエンドストーン。ふっ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 。さあ、おんどい。ハンブロックであるのめっちゃ久しぶり。というわけで。なんか、ふと思い立って、撮った動画ではありましたが、皆さんお分かりでしょうか。マイクラ間違い探しとはいえね、なんか雑学も織り交ぜた感じにしようと思ったんですが、とりあえずエンドラ倒します。ちょっと、こっちか。できるかな？ハンブロック。いた！できなーい！むずくね？むずくね、ハンブロック。なんだ？お、なんか、エンダーマンもドロップリス変わってんだけど。これ知らないんだけど、自分。全く知らなかった、これに関しては。置いてこい。来た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 。いけるかな、これ。微妙くない？
あー、やばい。あー、痛い。飛ぶんじゃねえよー。モンクラ。というわけで答え合わせいきたいと思います。はい、というわけで、しょっぱなから違和感満載でしたね。こちらのサボテン、一応21メートルあるんですけれども、もちろん自然生成ではありません。でもね、ギネスかな？わかんないけど、なんか自然生成されるサボテンで一番高いものは20メートルあるみたいです。20ブロックかな？こんな感じで、普通に伸びてるのがあるみたい。なんかバージョンによって見れたり見れなかったりするらしいけど、一番自然生成で長いのは20ブロックです。しかもね、なんか、97万マス先とかにあるらしい、ね。この座標ね。とりあえずこれが一つ。そしてこちら。こっちもね、ここに最初、エンチャントされた権利が2つ入ってるんだけど、もちろん入ってるわけはございません。でもね、一応入ってるワールドもあります。はい。こちらのワールドには生成されてないけど、一応ね、なんか、ハイポータルにも、金ブロックが3つぐらい入ってたり、エンチャントされた金リンゴを2つ、そのままポンって入ってたりするみたいですね。はい。で、こちら。まあ、なんかね、ドズボンザゴールデンの方でも、自分は参加してないんですけど、敏感選手権ってのやったと思うんですけど、そんな感じで、はい。ドアの向きが全て逆です。なんかもっとマニアックなことしようと思ったけど、そんな余裕はなかった。はい。パカ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 。普通こっちですね。どっちだ？普通はこっち。はい。次、ゴーレムに耐えたんですけど、最初殴ったゴーレムは私が召喚しました。ゴーレムってね、自分で、あ、次が湧いてるけど、ゴーレムって自分で召喚すると何か感じるのか知らないけど、自分には攻撃していけません。覚えておいてください。次こちら。メザー。要塞と半要塞近いですが、全然これは自然生成されております。あとあれね、なんか、たまに要塞に、違う、半要塞に要塞ぶっ刺さってるのとか、ランダムシードしてるとよく見ます。はい。こんな感じで攻撃しに行きましたが、ここかな？はい。見てください、このエンダーパールの量を。ちなみにエンダーパールしか出なくなっております。試しにやってみる。よいしょ。試しにやってみたいと思います。金をポイ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 。この豚たちは、エンダーパールしか。あ、じゃあしませんと。はい。いつもこんなのだったらいいけどね。ちょっと黒曜石とか欲しいけど。で、なんかさ、最後、エンダーマン倒したけど、エンダーマン倒したら、複数個ドロップするのはマジで知らなかった。あと、こちらが、そう、ここ歩いてきてちょっとバレるかと思ったけど、このね、要塞、一つの要塞にブレイズスポナーは二つまでしかありません。統合版は知らないけど、ジャバ版は二つしかなくて、三つ目があるのはおかしいってことですね。ちなみに二つ作った。上手じゃない？結構再現度高いと思うんだけど。これと、向こうのこれを作りました。褒めてください。そして最後かな。で、エンドに行くためのウィーンと言って、ゲート作りましたが、はい。よいしょ。はい、地下要塞にいきなり出ると、こういうこと、最近というか、ニュースにも取り上げられてたけど、よくあります。最近ね、ランダムシードで、10分切り？初めての、世界初の10分切りが出たと思うんですけど、その人もやってたけど、ちなみにこのワールドもね、海外のね、何、スピードラン。RT してる人のワールドをお借りしたんですけど、まあ、実際に初見のプレイでもここに出てたんで、さすがだなって思いますね。よいしょ。で、まあ、皆さん結構見慣れてるとは思いますが、こちら、開いたままのポータル。ちなみに開いてないんだけど、勝手に開けたんだけど、開いたままのポータルもあるよと。なんか最近あんま見ないけど、ちょっと前になんかランキング形式の動画が YouTube でチラッと見かけたりしたんですけど、結構な確率だよね。そして最後、こちらの低い黒曜石の塔ですか？もちろん自分で削りました。いや、昔、結構前のバージョンだとね、こういう低い塔とかあるみたいだけど、最近のは柵で覆われちゃってたり、昔も柵なかったっぽいね。
難しくというか、事前生成されないような挙動にしようかと思ったけど、できませんでした。というわけで、深夜に一人で撮るマイクラ間違い探しいかがだったでしょうか？皆さん何問正解できましたでしょうか？なんかまた、ちょっとこういう動画は誰かと撮ろうかな。なんか一人でやると、一人でなんか間違いを作って間違い探しして答え合わせするの、なんかちょっと悲しくなってきた。というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。19時半から毎日配信中。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。